はい、聞こえておりますでしょうか。大丈夫でしょうかね。こんにちは。こんにちは。日本時間ではこんにちは。まあ、日本在住なんですけど。改めまして、自己紹介させていただきます。Xbox 大好き、時代に乗り切れない系 V ストリームしております。箱森くろこと言います。よろしくお願いします。はい、ということで、今回、私、RTA、こちら、RTA V ストリーマーで走らせていただくのが、2004年にセガから発売された、ゴーストスカットというガンシューティングゲームです。じゃあ、2007年に発売された Wii 版の方をプレイします。はい、自己紹介で矛盾してるじゃねえかって思うと思うんですが、まあ、その辺は置いといていただければと思います。はい。こちら、ゲーム内容としましては、特殊部隊となって、まあ、テロリストをやっつけて、人質を救出していくという、まあ、なんでしょうね。まあ、なんか、アクション映画なりきり、ガンシューティングみたいな感じだと思っていただければと思います。ですね、かなり前ですね。私が初プレイしたの、やってたの、アーケードでやってたのも、あれか、高校生ぐらいの頃に、まあ、だいぶ前です。はい、ありがとうございます。Go Squad。ということで、今回プレイする、カテゴリーの方なんですが、カテゴリーレベル1となってます。こちら、このゲーム、クリアするごとに新しく、難易度がどんどん解放されていくシステムになってまして、その中の一番簡単な難易度で、すべてクリアしていくという感じ。まあ、敵も少ないので、まあ、非常に簡単でやりやすい。はい。で、このゲームは、まあ、このように、で、経験値を貯めて、いろんなカスタマイズ要素が手に入れても特徴できて、で、まあ、さらなる武器とか衣装とか使えるんですが、で、今回、走るにあたって一つ、使用するのが、この TR-14 という、貫通力が高くて壁とか敵とかを簡単に撃ち抜けるという非常に強力な武器で、これを使って、まあ、壁抜けはないんですが、壁抜きをしながらクリアしていきます。こんな感じのアーケードになっております。ということで、最初の説明ですね。まあ、こんな感じです。爪が入ってます。ということで、スタートのタイミングは、ミッション1、こちらを、レベル1、ミッション1を選択した時点から、タイマースタートで、最後のミッションをクリアして、ミッションコンプリートと出た、ミッションサクセスと出たところでタイマーストップとなります。はい、ということで、はい、早速行きたいと思います。2、1。ミッション1。ミッションスタート。最初のステージが、グランドヴィラ。政府保養地にやってきた、要人たちが、テロリストに、人質にされてしまいました。その救出に当たります。スタート。こんな感じで、TR-14 に非常に特徴的な最初に行った、貫通力が非常に高くて、壁越しの敵も撃ち抜くことができまして、まあ、出現する前にバババ撃ち抜いていくという。まあちょっと、どこに敵がいるんだって感じなんですけど、しっかり倒してます。で、この先、爆弾隊、さっきがルート選択ができまして、それルートによっていろいろ変わるんですが、はい、ということで、今回爆弾解除です。はい。知らん。途中こういう風にミニイベントが発生するんですが、まあ今回、ものによってはクリアしない方が早かったりするので、こんな感じで指揮官に何やってるのか怒られながら進んでいくシーンが多々あるって思います。まあ、って感じでこんな感じでですね。で、
左上の画面が見えるかどうかわからないんですが、体力ゲージの下に GS メーターっていうのがありまして、こちらが満タンになるとそれぞれ武器ごとに、アイテムが手に入ります。今回使ってる武器では、ハイキャットマガジンといって、相談数が4回、5回だったかな、リロードする回数、リロードするときに、弾数が2倍になります。4分、なるべく思って。倒した時になんか文字が出ると思うんですけど、その時に出てくるクイックショットっていうのがありまして、これが敵が出現した瞬間に倒すっていうし、目安になるので、なるべくならこれを出して早くうまくいけるといただければと思います。まあそうですね、スコアタックだとこんなことしないんですけど、ただこの銃、スコアタック、知ってる方は知ってると思うんですけど、スコアタックと動かしの自由の一つでして、基本的にこれを使って敵を、二重に打ち抜いて、命中率を稼ぐっていうのが結構重要なテクニックだったりするんで、まあ、プレイしたことあったら馴染みのある銃なんですけど、大体これを使う。たまに敵はお前どこにいたんだって感じ出てくるんですか、バンシュアだ。まあ、先分けたアメージはここで回復できるんで、まあ、下、まあ、ボスではないです。こんな感じで雰囲気がすごくいいんですよね。やっぱ、プレイした当初も、まあ、そのミニタリー好きではあったんで、非常に、なんですよね、没入感が。アーケード版がこのプレイヤーっていうか、そのキャラクターが持ってる銃と同じ銃なの。衝撃シーンです。ここから、ごめん、やばい、ちょっと、やばい、ちょっと待ってください。いや、ダメだな、これ。ちょっと恥ずかしい。うまくした。今後ちょっと不安要素があるとすれば、今後もあるんですけど、狙撃シーンが非常に不安です。ノーミスであれば非常に早いです。で、次はルート分岐で真ん中の部屋行きます。このルートは、まあ、敵がただいるだけで全滅させれば終わりっていうルートでして、まあ、早く倒せばそれだけ早く進める短縮が向く。まあまあかなー。このゲームでタイムアタックとかやった人はあんまりしないと思うんです。基本的には突っ込んだりするゲームなので。実際スピードランドットコム登録されてる人数も4人、私含めて、あまりやろうっていう発想の人が少ないのかなという気がします。で、次、ボス戦です。先ほど逃げたのが、この、今回のテロの死亡者であるアレックス・ハボク。で、ヘリで逃げ落とすんで、ロケットランチャーで逃げ落とします。そこから道出したんだ。お互い。で、このロケットなんですが、たまに変なとこ飛んでって命中し、あ、やっちゃった。今のですね。今、ロケットが木に当たって、ミスになりました。こういうことがよく起きます。で、ステージ1クリアです。5分10秒切る。まあ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 って感じでしたね。で、続いてのステージが、ミッション2、エアフォース1。エアフォース1が、テロリストに占拠されましたということで、大統領救出に向かいます。
で、どうやってこいつらエアフォースワンに乗り込んだったっていうのと、なぜかこんなこともあろうかとで乗り込んでたゴーストスタッフどうかという、結構突っ込みどころのあるストーリーやったりします。まあ、エアフォースワンといえば映画でよく出てくる。雰囲気はよろしいです。で、完成して乗り込んだ。はい、センキュー、以上。ありがとうございます。頑張ります。一応、設定としては、なんか SP の、なんか SP に紛れて入ったとか言ってたんですけど、身体検査とかしないんですかね。会議室に向かいます。ここから行くと、突然直行なので、早いです。この高いレベルだと、ちょっと寄り道になったりするんですが、まあ、レベル1なので、高い。痛いですけど、正直あんまりコンティニューしても、タイマー的には関係ない。さほどスピードに行くないわけですが、まあ、なるべくならノーコンティニューでクリアしたいですね。で、右左、扉と力突入するっていうところで右行きます。右に行くと、途中乱気流で、足場が非常に不安定になっているし、こんな感じ。クリアとしてはあまり影響ないです。ひたすらだと打ち抜くだけ。本来、スコア化石したかったら、会議室じゃなくて、客席ともう一つの方に行くと行くんです。あっちはイベントが多いので、それと見てます。で、次のシーンなんですが、狙撃シーンです。一発外したら終了です。で、ちょっとここ、うまくいったら褒めてください。失敗したらバーカよく狙えてください。なんでやりたくなかった。すいませんでした。まあミッション失敗しても進めるんで問題はないんですけど、なるべくなら成功したかったです。一発で頭打ち抜かなきゃいけないシーンなんですね。今のは今の本当に頭狙わんけダメだって。まだレベル1だから本来簡単なんですけど、レベル16になると、動きは速いし、遠いしで非常に大変です。ということで次のステージ、密林からの救出。武器、なんか武器作ってる会社の偉いさんが捕まったそうなので救出に向かいます。ちょっと待って。あ、やばい。これ当たってないの？え？やばい！ちょっと待ってください！これ事故！嘘でしょ！いやいやいや、これがない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 。すいません、大幅ロスしました。狙撃シーン外しますと、余計な戦闘シーンが挟まります。これだけやりたくなかった。いやー、これは非常にまずい、非常にまずい。このシーンあんまりやったことない。こんなとこに見せないんですけど。本場の守ると怖いですね、これ。だいぶ前なんですけど、RTA ブートキャンプっていうイベント、あ、打っちゃった。まあいいや。イベントでも、やらかしたことがあったので、別のゲームで。で、ここ3択で、どっかに、今回救出対象のスティーブ・マッコイ氏がいます。で、今一発やってましたが、どこにいるかって、ランダムではあるんですけど、当たりの部屋は、これから煙が出てるんで、すぐわかります。
ただ、あと、タイマー、スコアタックだとここ、運ゲーになります。当たりの部屋を、2射、2択で当たりの部屋を当てるんですけど。スコアラが一番嫌いなところです。こんな感じで、密林を通って、一緒に進んでいくんですよ。後ろにいるスティーブマップです。大丈夫かな？ということで、次、もう一回イベント挟みます。ナイフファクトですね。まあ、ナイフを使って敵を倒せっていうことで、倒すんですが、あ、ナイフ忘れた。まあ、ここも失敗した方が早いです。成功するとかっこいいんです。レベル16だとめちゃくちゃ難しいんですね。まあ、こんな感じで、ジャングルを人連れて銃担いで歩く。銃撃戦しながら突破してくってなかなかすごい話です、ね。私も、だいぶ前にお仕事で、機関銃担いで山の中入ってたりしましたけど。続いては、またミイベントです。トラップが仕掛けられていて、それを解除しながら進んでいきます。トラップに合わせてアクションボタン連打して、カチカチカチってやると、爆弾解除です、ね。こんな感じ。あ、間違えて撃っちゃった。あ、間違えて。ということで、まあ、正直、解除しなくていいんだったら解除しない方が早いです。解除しますと、プレイヤーの二人が、グッて、親指立てるシーンが出てきたりする、出てきたり、ボーナスが入る演出もあったり、わずかな差ではありますが、こっちの方が早い。アーケードは本当にハマってようやってたんですよね。あの時はさすがにスコアタックでしか普通に。学校帰りに。ゲーセンちょっぴって、100円売り。仕事はそうですね。昔、はい。一応、退職時は3トリックスで、機関銃士担当です。スーパーだったんで。あれですね、一月に一回山ごもりみたいな生活してます。で、今度はボートに乗って川下りです。そこから順から敵を追っかけていきます。それを撃ち落としていきます。ヘリがミサイル撃ってきて、オーバーキルだった気がするんですが、この後さらにオーバーキルが来るんで。そこは敵枠に撃ち抜いて。よし。マッキーし打っても別にペナルティないので、せいぜい命中率が下がるぐらい、クリア後のリザットで。スパータックだと打ちたくないんですよ。隊員や人質と違って、無反応っていうか、ドンチシュートって言うだけなの。よし。で、次、ボス戦です。今回の、ボス戦、ゲリラ隊長、ディンゴ。2ランクありまして、まず、走行戦から敵が撃ってくるので、これで武器変わります。ヘビーマシンガンに武器が変わりまして、で、グレーランチャーがついてます。これを使って、走行を破りながら中に、バンバン撃ち。これが、ラストステージっていうか、ラストです。で、ボス戦を倒して、ミッション作成して出たら、タイマーストップです。いけるかな、これ。出てこっすんです。なんかどっかで見たような、あれですね、ガンダム、さっきなら見たことある格好ですが、まずは盾を
ブレーランチャーでぶっ壊します。で、その後、畳みかけます。ここから反撃してきます。はい、終わり。ミッションクリア。タイマーストップ。グッドゲームです。すいません、練習でも見たことになんかすごいチャリ出ました。これはひどい。はぁ、あ、すいません、ちょっと緊張が相まってかなり狙撃のシーンで手が震えたのがちょっとあれな感じでした。ただもう一応余裕持って BSD を設定していたので、まあ収まったからよしって思っていただければと思います。私的には非常に納得はいっていません。はい、ということで16分37秒ですね。そうか、はい、ということで今回走らせていただきました。まあ感想はさっき言った通りあんまり、結果としてはちょっと残念な感じになったんですが、個人的には。ただまあ感想はできたので、はい、皆さんありがとうございました。では、で、フリーダムで撮ってもよろしいでしょうか。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。小森さん、はい、ちょっと、はい、ウィーじゃないですか。そうなんです、ピーなんです。まあ、はいはい、はい、すみません、本当に一応私、基本配信は Xbox のゲームをやってる人間なんで、はい、RP やってるゲームがことごとくあんまり Xbox の体がない悩みどころだったって今まで。はい、はい、普段はね、箱芸ですね。はい、ありがとうございます。まあ、さっきも軽く話していただいたとは思うんですけれども、はい、改めてなんか全体的な雑感と聞かせてもらいたいんですけど、そうですね、まあ、ちょっとガンシューティングの RTA っていうんで、ちょっと伝わりづらいかなっていう心配もあったんですけど、うん、まあ、なんか途中ありえないことが起きたりして、見どころ的には良かったんじゃないかって逆そう思うようにしときます。まあまあまあ、EST 遵守ですからね。はい、まあ、RTA 的には失敗です。まあ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 。セーフですよ。超えてないんで。はい。はい。まあちょっと、いろいろあったんですけど、個人的にはどっちかというと、途中の、リアル事情の話の方が気になったんですけど、でもまあ、コメントが、いくつか、気になってた方も、いたらしいんですけど、はい、あんまりちょっと記憶が飛んでるんで今月一の山ごもりっていう、ああはいはい、あれははい、そうですね、昔ちょっと携帯にいまして、ああ、なるほど、なるほど、まあこんなことはしてないですけど、そう結構扱ったりとかしてた、あ、似たようなことを、はいはい、ガンシューティングと似たようなことをしていた、そうですね、なるほど。そういうことか。なるほどね。謎が一つ解決されましたね。まあ本当にだから、かつり山中歩いていくって感じで。自衛隊の経験はないんですよ。友達にね、自衛隊の方はいるんですけど、なかなか話聞く機会はないんで。ああ。なんかすごい、山ごもりってマジでするんやって今思って。まあ、演習っていうか、っていう感じで、まあ、行ったりしますね。すごいなぁ。穴子。いや。まあ、穴子。穴掘る、うん、演習で。そうですね、穴掘って、その中でずっと立ってるっていうことやったりして。なんか、字面だけ聞くと結構。結構面白いな。なん
は皆さんが思うような派手なことは一切やってないです。なんか地味な訓練が多いっていうのは、ね、ゲームを見てると、はい、理想現実みたいな感じ。いう感じです、ね。まあ、ちょっとゲーム的には、はい、地味な訓練をやってるみたいな、そういう仕事ですもんね。そうですね。何もない方がいいですからね。まあ、そうですね。何かあったらすぐ行かなきゃならないし。そうそう。自衛隊は何もない方がいい。結構いろんな方が言ってますけど。だから今回のゴーストスカットみたいなことは起こらないよと。はい。多分そういうことはもうちょっとなんか、我々の知らないところでやってる人がいると思うので。いや、でもマジでちょっと懐かしい気持ちになりましたね。あけげー、はい。うちはうちもゲーセンには行ったんですけど、やってたけど元ゲーなんですけど。ああ。のゲーセンに帰り道にゲーセンに寄ってゲームするっていうのはマジしょっちゅうやってたんで、ああ懐かしいって思いましたね。私は、はい、こういうなんかガンシューティングとか、まあ、ずっとやってた感じで、これも一緒にやってた感じでね。他にもハウスオブザレッドとか、ガンシューティング見てる、ガンシューティングやってた人多かったわ。ガンシューティングと、あとまあ、科学芸もやってる人多かったですね。友達に言いましたね。はい。懐かしい。ああ、もう何年前ですかね。ゲーセン文化。はい。私も本当に遠出しないといけない。タワラとか、タワダルボとか行って。ゲーセンもどんどん潰れていってますからね。関東圏内でも少ないですか？もうほとんど、なんかやっぱ経営が厳しくなってきてますからね。はい。セガはもう完全に撤退しちゃったし。ああ、そうですね。うちの、変わっちゃいました、店が。そうなんですよね。ゲーセンではあるんですけど、別のとこは。もう悲しい、本当に。なんかコロナ禍がようやく明けてきたところなんで、そろそろゲーセン文化も復活してほしいところなんですけど。もうちょっと頑張ってほしいけど。今あるゲーセンを大事にしたいですね。はい。やっぱ行ってお金落とさないとゲーセンなくなっちゃうんで、近くにゲーセンある人はマジで行ってほしい。最近なんかコロナ禍に入ってからそのゲームハマったみたいな人ってやっぱ絶対ゲーセン行ったことないと思うんです。ああ。でもゲーセンって面白いから。はい。ねえ、面白いから行ってほしい。別に家じゃできないゲームたくさんありますから。そうなんですよ。ゲーセン行って家でもゲームできるじゃないってよく言われるんですけど、違うから。違うから。本当にあの空気はね、もうゲーセンしかないですからね。はい。こんなおじトークなんで、おじトークしてたらずっとあれなんですけど。はい。まあもうちょっと、そうですね、箱森さんの話も聞いていきたいんですけど、まあ普段は箱ゲーやってるということ。そうですね、基本的には Xbox のゲームを配信しております。なんかメインでやってるゲームとかあるんですか？まあ基本的にはそのなんか新しいのが出たり気になったのがあったらどんどんやってるっていう感じで、まとまにそのフレンドさんと一緒にぺちゃくちゃ喋りながらやるみたいな。ですね、はい、なかなか箱ゲーマー珍しいですから。まあ私もなんかあんまりいないですね。フレンドがあんまりできんっていうか、まあできたり、まあ配信に来てくださって一緒に遊ぼうみたいなこと言ってくれる方いるんですけど、なんか海外の人ばっかり。まあ割と日本人というよりは海外受けいいゲーム、いいゲーム機ですからね、箱は。ですね、はい。最近もシーオブシーブスっていう海賊になって、そのオープンワールドなんか冒険するみたいなゲームあるんですけど、一緒にその4人、私含め4人で一緒にプレイしたんですけど、私の他にアメリカの方とロシアの方とフランスの方で、おお、多国籍。はい。で、私英語全然できないんで話にほとんどついていない。箱ゲーやるなら英語いるな。しゃべりながらやってたんですけど、本当になんか半分もわからないような感じで、なんとなくついてる感じ。なるほどね。英語の勉強しないとな。はい。ぜひ。あとは、個人的には、まあ、箱森さんといえば、リストリームの方というイメージが強いんです。あ、そうですね。普段そっちで、はい、普段っていうか、まあ、なんかよく顔出して、なんか、
するっていう感じに思っていただけてる人いるかなというのは思うんです。そうそう、割と見かけますね。まあこの間も見たんですけど今回はなんかリストリーム代表ということで、リストリーム側から言われてますけどそんな大されたことでもないですけど、そう言われて余計緊張しちゃいますこれからも我らがジャパニーズリストリームよろしくお願いしますということで、はい、よろしくお願いします。そちらもぜひ、はい、ありがとうございます。はい、それではなんか、なんか雑感とか改めて、宣伝とかあればお伝えしたいんですが、ありますか？じゃあ、今回走ったゴーストスカートなんですが、まあ、Wii ということで、まあ、Wii が遊べる環境であれば割と入手しやすいかなとか思うので、まあ、RTA なしにしてもスコアタックとかも楽しいので、まあ、ぜひちょっとアーケードの雰囲気を思い出したいなっていう人いたり、やりたいって人いたらぜひ触ってみていただければと、非常に私のプレイしてる側からも嬉しい。あとそれと私のまた紹介にもなるんですが、普段先ほど言った通り Xbox のゲームを主にプレイしております。まあ配信については結構不定期なんですが、まあもし見かけたらぜひ来ていただいて、まあ Xbox に興味を持っていただければと思います。箱前してありがとうございます。はい、ありがとうございます。Xbox、もう飛んでみましょう。いや、まあうち遊んだことないんですよね、これは。ね、機会に恵まれなかったんですよね。まあ、興味のある方はぜひ、はい。いい。それでは、ございました。小森黒子さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では次のゲームありますので、もうしばらくお待ちください。